韓国カンウォンドタバグサ市で修学旅行中だった景気東豆川市ボヨン女子中学校に学年の生徒らが昨夜の山火事により全員避難し、5日深夜、東豆川に戻った。保護者や東豆川市などによると、ボヨン女子中学4クラス約120人の学生は去る3日、 2泊3日の日程で高木レイクオーションリゾートに修学旅行に立った。だが、昨夜の山火事発生の場所が宿舎からわずか10キロメートルしか離れておらず、緊急避難後、東豆川に戻ることとなった。学生たちはこの日午前3時ごろ帰宅したことが伝えられた。学校側は学生に被害はなかったと明らかにした。